ナフタリンは極力抑えて収納してください。お手入れとエリル汚れということでお預かりしました。で、その時にお客様にお話したのが、この着物については箔をたくさん使ってあるということと、生地自体に金銀糸が使ってあるという特徴があります。こういう着物を保管する場合の注意点としては、大きく2つあります。1つ目、まあこれはどの着物についても言えるんですけど、湿気に気をつけましょうということです。湿気を取るシートなんかがあるので、それを上手に使ってくださいねというのが1つ目の注意点で、2つ目がこの着物にまつわる保存保管に関する注意点。ナフタリンは極力抑えて収納してくださいということです。なぜかというと、ナフタリンとこの金箔の糊がですね、化学変化を起こして喧嘩することがあるんです。大きく2つの現象が起きます。1つ目、ナフタリンと湿気で箔もしくは金銀糸が酸化して茶色になっちゃうという現象が起きます。もう一つの現象としては、箔がですね、糊気がなくなっちゃって金の部分が剥がれてきちゃうという大きな2つの現象が起きます。じゃあどれくらい一体消耗入れればいいんだよという話になりますが、一つの引き出しの隅に対極的に一つずつくらいの量で僕はいいんじゃないかなと思います。まあ引き出しの大きさにもよりますけど、引き出し1段着物が 4,5 枚入るくらいのスペースだとして、そこに小脳2つくらいでいいんじゃないかなと思うな。それよっかは湿気の方に気をつけてください。でなるべくこう豆に出していただくとね、虫が食ったかどうかも分かると思うんで気をつけてくださいということでした。はい、今日は振袖のお手入れ相談の商品を紹介してみました。